富士苔は川のりの一種で、静岡県富士宮市に生息するもの。芝川のりとも呼称される。芝川が生息域である。古くは富士り、富士苔、富士りと表記し、富士りと呼称される例が多く、近世に入るとこれらの他に、芝川のり、芝川苔と表記し、芝川のりと呼称される例が見られる。芝川古くより天皇、 幕府への献上品として、そして釘からも足しなまれた名品であり、しばしば新上品として用いられてきた。例えば、駿河国守護である今川のりは、室町幕府将軍、足利義則へ藤子家を送り、礼として立ちを送られている。富士氏は官僚細川持これへ、藤則等を献上している。桂山氏も足利義則に藤子家を送り、返唱を受けている。 当記録が書斎される、昔おうちがき不安には、若お家様ご誕生ご礼とあり、この新上品は、将軍、足利義則の子である、足利義勝の誕生宿に伴う新上であった。ほか、公家に贈られることも多く三条西實高や山品、時継ぐ等に贈られた記録が残る。また天皇への新上品としても選ばれ、三条西實高が、ご奈良天皇に新上している。 近世になっても、名品の地位は揺るがず、江戸幕府への献上品として用いられた。天保十四年の、春国雑誌十八の巻には、鹿苔とあり、藤軍藩、野村鹿より出す毎年十一、十二月のうち発足、江戸に剣す。世に藤苔というぜなり、祝継にて江戸に送り、五本丸五内書に剣す。藤軍藩野村柴川よりいず、ゆえに藤苔と、 コースとあり、江戸幕府へと献上されていた記録が残る。また同記録には、富士群藩の村、芝川にあり、ゆえに、芝川のりとコース、その色緑にして、味いたりて甘し、と味を伝える。料理物語には、富士のりとあり、冷やしる炙り魚食あおしと説明がある。毛吹草には、富士五景、山中谷川に言うのとある。貝原駅検索。 山戸本草には、富士山の麓芝川に、芝川の折あり富士のりともうんとあり、同じく、貝原駅検索、人身気候には、芝川は名所なりこの川に藤こけと、雲物王子とある。県上料理集には、秋の料理として、ご精進にのしるおすまし初竹富士の理由とある。駿河雑誌に、十一点一二月とあり、県上料理集では、秋の料理として挙げられているため、 秋冬が特に良いとされていたようである。その他、多くの書物に名物として記されている。和漢三サイ巻九十七水草の部には、駿河国土産として、富士苔とあり、また同書に、富士苔、富士山のふもと、精進河村よりこれを出し、形状紫菜に似て、青緑色、味極めて微なりとある。このように、駿河国の土産品としても知られていたようであり、 東泉委員の土産としても用いられていた。文政3年の駿河期には、この川より水苔を出す藤苔あるいは芝川苔と小数とある。現在は収穫量が限られており、特に水力発電所の建設が大きな影響を与えた。近年、幻の川のりとまで言われるまでに減少していたが、平成10年に特定の場所で多量に生育していることが確認され、 調査が進められることとなった。今現在、芝川のりの保護、育成が図られている。ありがとうございます。